すごく力強い物語だなっていうのはやっぱりやってても感じるし、途中で台本読んでてもやっぱりすごくそこにはブレがない、あの強さみたいなものがあるなと思いました。そういう意味ではいろんな意味で挑戦ですよね。難しいだろうし、そのキャッチーな話でもないし。清丸のような人間を警護することをどう思いますか。上から守れと言われたら誰でも守れる。それが俺たちの仕事だ。いやもう本当にこう集中力が続く役者だなとかすごいなと思いました。徹底してる気持ち悪いってなんかハリウッド的なんだけどでも全然違うっていうか、すごいいろんな要素が入った作品。清丸国秀を殺してほしい。清丸に関しても本当にどうしようもなくどうしようもなくクズでと言われてますけど、どうしようもなくクズで、僕としては結構やってて面白かったですね。その誰が死んだの？切れやすいおまわりさん、やっぱバチって当たるんだね。どうしたら10億円差し上げますって、なんか知らない人にちょっかい出されたら嫌だな。本当に今まで僕もそうですけれども、本当に見たことないような迫力のあるね、スピード感のあるエンターテインメント作品になっていると思うので、もう本当に単純に楽しんで、腹立って、劇場を後にしたらいいんじゃないですか、ね、と思いますけど。7歳になる孫娘を殺した男だ。清丸国秀を殺してほしい。清丸に SP をつけることになった。絶対清丸を生きたまま連れて帰ってこい。あなたたちだけで大丈夫ですか。清丸、上から守れと言われたら誰でも守る。それが俺たちだ。